食いかけた。今決まってるんですか？決まってるよ。ありがとうございます。ぜひ僕のために登場曲を作ってください。はい、登場曲を作ってください。登場曲を作ってください。はい、というわけで皆さんこんばんは、くだまつ翔です。やってまいりました、前回の放送を見ていただいた方はお分かりかと思いますが、今回は栗原陵矢選手から登場曲の依頼が来ましたので、登場曲企画クラウドファンディングの詳細を発表していきたいと思います。今回の動画はですね、本当にいろんなプランご用意してます。そして、応募方法だったり期間、いろんな詳しい情報を発言していきますので、ぜひね最後までご覧になって、聞き逃しがないようぜひご注意ください。それではね、早速参りたいと思います。今回の栗原陵矢選手の登場曲企画クラウドファンディングのプランはこちらです。ダン。はい、この、1,2,3,4,5,6,6つのプランをご用意させていただきました。今回も今までね、今宮選手、周東選手、川瀬選手、津森投手、森投手、今ねやってます森投手の登場曲も作ってますけども、このクラウドファンディング、まだね、どういう内容なのかわからないよっていう方は、過去のね、今宮選手だったり、周東選手だったり、いろんな選手の登場曲企画をやってますので、そちらもぜひね、参考にしていただければと思います。今回も、栗原選手のね、もう依頼してもらったってことは、こう、今後にかける思いも伝わってきましたし、ぜひファンの皆さんと一緒になって、栗原選手の背中を押したいという気持ちで、今回このようなクラウドファンディングの企画をご用意させていただきました。はい、では早速一つずつ、紹介していきたいと思います。まずはね、こちらいきましょう、5000円プランからいきたいと思います。5000円プラン、こちら用意しました。こちらは、今回栗原選手のために作る新しい登場曲を、CD に、簡単なちょっとCD を作って、そちらを返礼品としてお返ししようと思ってます。こちらが5000円プランになってます。本当にお気持ちだけでも、いいのでぜひね、迷った方は、このクラウドファンディングに参加したよっていう証でぜひ参加していただけると嬉しいです。ご検討よろしくお願いします。はい、続いてはこちら1万円のプランです。見ていきましょう。こちらのプランはですね、先ほどと同じ簡易的なあの CD、 それにプラスアルファで、今回クラウドファンディングに参加した人だけのオリジナルのタオル、栗原選手、くだまつ翔、まあコラボするのか、まだねデザインは考えてないですけども、今回クラウドファンディングに参加してくださった方だけのオリジナルグッズを、タオルをねお返しでお送りしたいと思ってますので、ぜひねご検討よろしくお願いします。この辺はね、いろんなクラウドファンディングと一緒ですね、似てますね。はい、じゃあ続いてまいりましょう。2万円コース、こちら、2万円プランは、CD そしてタオルにプラスして、サイン色紙、サイン色紙を、直筆のサイン色紙をプラスでお送りさせていただきます。一つは言い忘れてたんですけども、オリジナルのタオルは、タオル自体にサインをプリントもしたやつを、郵送という形になります。で、こちらの2万円プランはサイン色紙なんで、直筆のサイン色紙をお付けして、返礼品としてお返しするという形ですね。こちらが2万円プランです。ぜひご検討よろしくお願いします。さあ、どんどん参りましょう。続いて3万円プランです。こちらは CD そしてオリジナルタオルそしてサイン色紙、さあプラス、ミュージックビデオを制作しようと考えてます。そのミュージックビデオに一部出演していただこうと考えてます。こちら、このミュージックビデオ、どんなミュージックビデオなのっていう分からない方いらっしゃると思うんですけども、こちらの参考動画としては今宮選手と周東選手、この2選手のミュージックビデオで、同じようにファンの皆さんに参加していただくっていう、ミュージックビデオを作りました。そちらをね見ていただけると分かりやすいんですけども、まあ構成次第なんですが、きっと写真を送っていただいて、その写真がこう
ミュージックビデオに出演、一緒の作品に登場してくるっていう形になるかと思います。なので、クレア選手、そして僕の歌と一緒に一つの作品を作り上げていくっていうことで、ぜひ、こちらのプランご検討いただいて、ミュージックビデオ一生残りますので、こちらに出演していただければと思ってます。こちらが3万円のプランです。ぜひご検討よろしくお願いします。さあ続いてのプランいきます。続いてが5万円プランです。5万円のプラン、こちらはですね10名様限定のプランとなってますので、ここご注意ください。10名様限定なんですけども、先着順になってます。後で詳しく話しますが、今回のクラウドファンディングの申し込みは、下松町の僕のオフィシャルショップを、作って、そちらにその商品を購入していただくという流れになります。なのでプランをいろいろ用意している、選択するところがありますので、そちらに飛んでいただいて、在庫も、ね、開いていくと在庫あと何個っていうのが載りますから、先着順なので10名様限定ですけど、10名様10番目の人が申し込む時には残り1ってなってます。でもこう申し込んでる最中に、先に、ね、申し込みが入った場合はもうそこは残念なんですけど、もう締め切りという形になってしまいますので、先着順ということを忘れずに、ぜひね早めのご検討していただきたいと思います。それではね、5万円プラン詳しく話していきたいと思います。こちら5万円プランはその10名様限定なんですが、返礼品としては先ほどの3万円プランの内容、CD、タオル、サイン色紙、ミュージックビデオに一部出演、それに栗原選手愛用の野球グッズ、こちらを1点、お付けして皆さんに返礼品としてお返ししたいと思ってます。こちらの愛用の野球グッズなんですけど、今シーズンの栗原選手試合で使った、まあ例えばですよ、これあくまでも例なんですけど、手袋なのか、リストバンドなのか、何がありますかね、まあ分かんないですよ、アンダーシャツなのか何なのか分かんないんですけど、栗原選手に一応お願いしてますので、10点、10名様限定ということで、こちら、各自10名様に、郵送させていただきたいと思います。ここでご注意、注意点があります。その野球グッズ、誰に、10名様に何がいくか分かりません。グッズの指定はできないので、こちらご注意ください。よろしくお願いします。はい、では最後ですね、最後のプランこちらです。10万円のプランを用意させていただきました。こちらねちょっと高額になってるんですけど、こちらはなんと6名様限定のプランになってます。こちらも先着順となってますので、早いもん勝ちということで、ぜひね、遅れないように注文していただきたいと思います。こちらのプランはこちらも3万円の返礼品のプランにプラスアルファして CD、タオル、サイン色紙、ミュージックビデオありますね。それにプラスアルファ、ここ本当にすごいです。こちらですね、栗原選手と夢のカフェタイムというのをご用意させていただきました。これでも本当栗原選手に、協力がないとできないことだったので、こちらをなんとかね実現させて、栗原選手と夢のカフェタイム、10万円寄付してくださった方にはこちらを返礼品としてお付けさせていただきたいと思います。こちらね、注意点がいっぱいありますので、その辺は注文する時の説明に書いてます。注文サイトに飛んでその説明で注意点をぜひね、最後まで見た上でご検討していただければと思います。このカフェタイムはまあ今のところはシーズンオフの、福岡市内を予定してます。なので、まあ、栗原選手のスケジュール次第調整して、都合を合わせて早めにね決めれたら、皆さんに先に報告して、その10名、あ、6名様か、6名様に報告して、時間を合わせていけたらなと思いますので、ぜひね、そちらの方ご検討よろしくお願いします。こちらはね1人20分という時間制限がありますので、まあでも20分もつきっきりというか、まあ僕も一緒に行きますけど、
3人で、3人の空間を作らせていただきます。もうほぼ2人で会話していただいて大丈夫ですので、その時の注意点は写真撮影、動画撮影などはちょっと NG とさせていただきたいと思います。なので、最後の方に僕が、ファンの皆さんの携帯なのかカメラなのかをお預かりして写真をツーショットの写真を撮らせていただきますので、それとサインですね。サインは1点に限り、栗原選手にサインをしていただきたいと思ってますので、各自ご用意していただいて、そのサインしてもらいたいグッズなのか私物なのかご用意して参加していただければと思います。よろしくお願いします。こちら10万円プランですね。夢のカフェタイム、ぜひご検討よろしくお願いします。はい、というわけで今回栗原選手の登場曲企画クラウドファンディング、プランをね全て説明していったんですけども、ご不明な点がある方は、こちら載せときます。僕の公式 LINE を載せときますので、そちらの方になんか分かんないことがあれば問い合わせ していただければと思いますので、お気軽に お問い合わせください。よろしくお願いします。そして今回のクラウドファンディングの期間を発表していきたいと思います。ここから皆さん重要な話なので、最後まで聞き逃しがないように耳の穴がっぽり開けて聞いてください。ぜひよろしくお願いします。今回のクラウドファンディングはですね、3月10日の日曜日お昼の12時からスタートとなります。こちら QR コードを載せてます。こちらの下松翔オフィシャルショップ、こちらにもうこのショップはすでに開設してありますので、こちら飛んで入っていただいてどんなプランがあるのかはもうすでにチェックができます。ただし、購入申し込みができなくなってます。3月10日の12時に、開始という設定にしてますので、先着順でぜひね、もう前もってチェックしながら3月10日の12時に申し込みしていただければと思います。3月10日の12時から終わり、締め切りが3月24日中ですね。だから25日になった瞬間もう申し込みできなくなります。もうそのサイトからその栗原選手の登場曲企画のクラウドファンディング購入できるっていう選択がもう消えますので、ぜひご注意してください。3月10日12時から3月24日までとなってますので、ぜひねこの動画を見てる方、まだ知らないよっていう栗原選手のファンの方にね、ぜひ拡散していただいて、ホークスファンの方にも拡散していただければと思います。皆さんでね、最高の一曲を作っていきたいと思ってますので、ぜひご協力よろしくお願いします。はい、本当に分かんないことがあれば3月10日までがいいかな。もうこのクラウドファンディングが開始する前に僕の公式 LINE の方に問い合わせしていただければ、できる限りもう分かんないことを、返答させていただきたいと思いますので、本当に気軽に LINE をいただければと思います。よろしくお願いします。お待ちしてます。あとはそのぐらいですかね。なんかあるかな。あとはそのミュージックビデオとかその CD とかこう返礼品ですよね。返礼品に関しては、本当今年中に、皆さんのもとへお届けできればと思ってますので、注文して購入したのにまだ来ないよとか、まあ不安がらずに、今年いっぱい首を長くして、待っていただければと思いますので、そちらだけ、ご理解よろしくお願いします。はい、というわけで、栗原選手のクラウドファンディング内容詳細発表でしたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。今回ね栗原選手に相談して本当に皆さんに喜んでいただけるプラン、頑張って用意したつもりなので、本当に一緒になって栗原選手を応援できればと思います。なので本当締め切りと申し込み開始と締め切りだけ、本当間違わないように、もう2週間あるのかな、10から10日からなんで2週間あるんで、早めに先着順がね限定なの、数限られてる10万円のプランと5万円のプラン、こちらに関してもう早いもん勝ちになりますので、ぜひね、迷ったらすぐサイトに飛んでいただけるように、もう本当文句なしでいきましょう。文句なしでもう早いもん勝ちなんで、先着順皆さんぜひご検討の方よろしくお願いします。以上ね
クレア選手のクラウドファンディング企画、詳細を発表させていただきました。本当に皆さん一つになってクレア選手を応援していきましょう。最高の一曲を僕も作れるように、頑張っていきますので、まずは皆さんが僕の背中を押して、そして僕が皆さんと一緒になってクレア選手の背中を押せる曲を作っていきます。なのでクラウドファンディングご協力ぜひよろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。たくさんのご応募お待ちしてます。ありがとうございました。